か酸味の出方だったり風味の出方が随分違うなっていう印象がまずあって、はい、ね、比率的にはよくってバランスがいいんですよね。こうキープするのが難しいんですよ。おーすごい、自分の好みでね、はい、比率を一つ見つけていただいても。こんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。早川久志です。このチャンネルでは日々寄せられるコーヒーにまつわる身近な疑問についてお答えしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の質問は、コーヒーを美味しく入れるためのポイントを教えてください。コーヒーを美味しく入れるためのポイントということですが、早川さん、はい、普段どんなことを意識してコーヒーって入れられてますか？優しさじゃないですか。それ前の人のやつじゃないですか？前の人のやつ。いつもですね、僕はですね、粉の量とお湯の量はいつも一緒なんですよ、うん、どんなコーヒーでもだいたい一緒です。あとは注ぎ方を変えると、変える流度も一緒ですね、いつも、あんまこう変動要因は増やさない。なるほどなるほど。注ぎ方だけで変える、お湯と粉の量をこれって決めてやってるんですけども、うん、っていうことはちゃんと測ってって、もちろん、あ、もちろん豆で測って粉で測る、豆で測ってから引いて、引いてもう一回測る、もう一回ちゃんと測る、そうですね、粉が 15g に 15g になってるかどうか、はいはあ、意外に少なくなったりね。そう、あれなんか増えてるって時もある。そうそう、何の豆がどっから来たのっていうのたまにあるんで、はい、グレンダーの中に入ってたかもしれない。そう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 ちゃんと測ると、測ってます。なるほど、はい、視聴者の皆さんも普段自分でコーヒーを入れていて狙った味にならないとか、毎回味にばらつきがあるとか悩まれている方も多いんじゃないかなと思います。そこで今回はコーヒー豆の量とお湯の量に着目して抽出の検証をしていきたいなと思います。つまりコーヒーの粉に対する湯量の比率ってことですね、うん、はい、そうですね、専門用語的にブリューレーシオとか言ったりね、はいはい、しますよね、しますね。この動画を見れば自分好みの美味しいと思うコーヒーの量とお湯の量の比率、うん、これによってね味わいの違いが分かる内容になってるかなと、うん、ね、はい、思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、検証の前に先ほどコーヒーの量とお湯の量の比率のことをブリューレーシオと呼んでましたけど、改めて分かりやすく説明をお願いします、はい、ちょっと難しいかもしれないんですけど、はい、ブリューレーシオっていうのは、うん、抽出の比率っていうふうにこう単純に表現されるんですけど、うん、コーヒーの粉を1とした時、それに対してお湯の量がどのくらいかっていうのを表現したものです、うん、例えば、うん、コーヒーの粉を 10g 使った場合で、お湯の量が 150g だった場合ですね、この時のブリューレーシオは1対15って表現されます。粉が 1、10g に対して150なんで 15になると、はい、15、1対15 1で、このブリューレーションの右側が小さくなるとお湯の比率の方、まあの方が小さくなると、はい、コーヒーの濃度感っていうのは濃くなってる、濃くなってる、お湯の比率が大きくなると濃度感は薄まっていく、そうですね、このレーションでレシピを組み立てると、はい、結構レシピ組みがこうしやすいのかなっていうふうに思いますね、はい、そうですね、うん、ブリューレーションの、まあ、目安っていうのはあったりするんですよね。そうですよね、いつも使ってるゴールドスペシャル、スペシャルブレンドってあるじゃないですか、はい、あれですと比率は1対13っていう比率で、そうですね、 12g のコーヒーに対して160のお湯、ね、なんで1対13、はい、3ってなりますけどね、割り切れないんですよね、割り切れない感じになっちゃう。一般的なコーヒーだと大体この1対13で良いのかなと思うんですけど、うん、スペシャルティーコーヒーになると1対15とかが結構よく使うことが多いのかなって思いますね、うんうん、そうですね、なんか一つの目安として使っていただくと分かりやすいかなと思います、はいはい、スペシャルティーコーヒーと一般的なものとでその比率が若干違うっていうのは何か理由とかってあるんでしょうか。スペシャルティーコーヒーになると結構豆が硬かったりとか浅入りが多かったりしてですね、成分が出にくいっていうのもあるし、あといい成分がすごく詰まってるので比率を伸ばしても美味しいっていうところで ね結構伸ばせるんじゃないかな、うん、なので15以上になることもよくありますよね、うん、ありますね、うん、はい、では検証していきたいと思います、はい、どうしましょう今回は、どんな検証をしていきましょうか。じゃあですね、今日使うコーヒーがスペシャルティーコーヒー、ホンジュラスのコーヒーを使う、はい、ということなんですが、いつものゴールドスペシャル、スペシャルブレンドと同じ比率の1対13とスペシャルティーのまあ一つの目安のとして1対15、はい、であとは1対17のこの3種類を3パターンで抽出をしていきたいなと思います、はい、そして TDS もですね同時に抽出液の TDS も測って
測っていきたいと思います。はい、1対13なので 12g 使って、うんうん、お湯の量が 156g、はい、ちょっと細かくね、はい、やっていきたいです。厳しいですねお願いしますよ厳しいですね、はい、で1対15の時は 12g と 180g のお湯、はい、1対17の時は 12g を使って204g のお湯を使う、はい、そうですね。細かいですね細かいですねちょっとね比率に合わせて細かく今日はやっていきたいなと思います、はい、頑張ってください。お願いします、はい、じゃあ早速抽出をもう3つ続けて、はい、3つそうですね、はい、ちゃっちゃと入れてください。ちゃっちゃといきましょう、はいはい、お願いします。じゃあまずね今流行りの流行りのやつやるね、はい、皆さんご存知の流行りのやつをいやここ最近動画見てくれてないと分かんないやつです本当ですか。じゃあ見てもらいましょう、はい、まずは1対13ですね、はい、ちなみにこれは一等式で入れますよ。蒸らしの20秒後に最後の湯量まで一等で入れないと多分検証にならないですよね、うん、そうです。同じように入れてください。同じようにいきます。はい、湯を差して20秒で湯を一等で注いでいく。はい、今回は真ん中に小さな円を描きながらちょっと入れ続ける、ね、はい、教わった通りにいろんな人に教わりましてこのくだりもずっと動画見てもらわないと分かんないやつですよそうですか。お見事、はい、ありがとうございます、はい、156、次が 180g ですね。180、まあまあいい感じじゃないですか。 1g 誤差、はい、いい感じです。結構長いですねこれね。長いですね、どんどん長くなりますよ、うん、さっきで1分40秒で結構長いんですよ。疲れますよね。結構疲れますねこれね。後半ね、うんうん、通過していくから早いんですよ。このドリッパーの中のお湯がどんどん減っていくんですよね、うん、これキープするのが難しいんですよ。おーすごい、ぴったりということで抽出が完了しました、はい、ありがとうございました、はい、頑張りました今日も、はい、じゃあですね早速今度は TDS を、そうですね、濃度を測っていきましょう。なんかねやっぱり見た目でももうほぼ違うんですよ。そうですよね、うん、ただ数字としてねどのように違うのか見ていきたいなと思います。うん、じゃあまず1対13から測っていきたいと思います。1対13で入れたコーヒーは今回 1.3、 結構ありますね。はい、結構上がりましたね、うん、はい、じゃあ1対15測っていきたいと思います。はい、はい、5 1.07、 かなり下がりましたね。下がりましたね、この差はすごいな。じゃあ続いて1対17、薄いですね。薄いですね、パチンと 0.91 です。3つとも差は出ましたね、やっぱり、ね、では TDS も測ったので早速信用していきたいと思います。はい、行きましょう。薄い方から、まあそうですね、いきますかね。17から1対17、15、13で飲んでいきたいと思います。もう一気に飲んじゃいましょうかね。飲んでいきましょう。はい、うん、濃度は違うのはもちろんなんですけど、はい、酸味の出方だったり風味の出方が随分違うなという印象がまずあって、はい、そうですね、1対13今回のコーヒーに対してはちょっと未抽出っていうか、うん、もうちょっと言ってもいいのかな。15と17の間でもいいかな。なんか15は意外に結構酸が強い感じ、苦味も強い。そうですね、はい、これちなみに抽出時間が1対13が1分30秒で10秒ずつぐらい違うんですよ、はい、10秒ずつぐらい伸びてきた。伸びて多分13だと、まあ、言ったようにちょっとできてないですよね。え、これだけっていうぐらいの物足りなさを感じますよね。で17は改良の余地がある感じがしますね、はい、意外に17が私はこの3つの中で一番好きかも、うん、比率的にはよくてバランスがいいですよね。注ぐタイミングなのか蒸らす時間なのかちょっとわかんないですけど、うん、もっとなんか良くなる余地がある気がする。そうですね、あとはまあ流度、ね、流度も変えられますね、はい、これね、変えたら15でも良かったかもしれない。あ、そうですね、うん、ちょっと今私も審査していただいたんですけれども、うん、まあ、今回3パターンしあのやってみてベストなこう比率を今回こう求めるんであれば、うん、もう1パターンこう増やすんであれば比率は何がいいとかってどうでしょうか。
例えば流度は変えずに 12g 固定でやるんだったら、ちょっと無難な選択で1対16になると思うんですね、うんうん、他の要因を変えることができるんであれば、もうちょっと右側は伸びる。右側が伸びるって意味が分かんなくなっちゃいます。まあ比率20まではいけるかどうかわかんないですけど、18とか19までいけるかもしれない。他の要因っていうのは、例えば流度とかお湯の温度とか抽出の注ぎ分けとか、そういったものを変えれば。そしたら比率を伸ばすできるかもしれない、はい、そうです、はい、今回の設定条件でいくと1対16が良いんじゃないかなっていう想像ですね、うん、ということで今回はコーヒーを美味しく入れるためのポイントということで、コーヒーの量とお湯の量の比率ですね、ブリューレーションについて比較検証してきました。いかがでしたでしょうか。今回ブリューレーションに注目して検証したんですけど、うんうん、家でコーヒー入れる時ってすごい悩むと思うんですよ、うん、そうですね、レシピとか入れ方とか悩むんで、うんうん、まずは比率を一つ基準にしてやっていただいてもいいのかなと。そうですね、その時に豆によって比率が違うんですよね、うん、絶対これが正解ってないんですよね。そうそう、今日の使ったコーヒーはスペシャルティーコーヒーをちょっと使ってるんですけど、うんはい、1対13っていう比率だと抽出時間が短くので成分がこううまく出ない、ね、ゴールドスペシャルとか使うときは1対13だと意外とちゃんと出る、まあ、これは焙煎度合いにもよるんですよね。そうですね、やっぱね、うん、コーヒー豆によって比率が結構違うので、うん、いろいろ試していただいて、今日の13、15、17これ皆さん同じ豆で試してもらうとすごく役に立つと思うんですよ、うんはい、自分の好みでね比率を一つ見つけていただいても、はい、ちょっと比率他の条件一緒でやってください、うん、これね。そうですね、ぜひ視聴者の皆さんが普段コーヒーを入れる際に意識しているポイントなどもね、あればコメント欄で教えていただければと思います。以上 UCC コーヒーアカデミーでした。コーヒーに関する疑問がありましたらコメント欄にお願いします。チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。